生ということで、はあ、先生もやっぱりダンサーでいらしてスラッとかっこいいバレエなんて言った。そうです、クラシックバレエと、はい、ずっとやってますけども、はい、今は日本風のフテチャツダンスをメインに教えております。そうですか、なるほど。まあ、あの1曲目がね、ちょっと和の雰囲気ということで鳴子を持ったりだとかということで、何かちょっと挑戦してみようかなと思った、なんか経緯があったんですか。私自身が幼い頃から今でも日本舞踊のお稽古をやってるということもあって、で茜塾ではジャズダンスをメインに教えてはいるんですけれども、そういった私の、まあ、幼少の頃からの、経験とかも踏まえた上で、もっとジャンル関係なく子どもたちにたくさん の世界観を伝えることで、子どもたちの自己解放とか自己表現になってもらったらいいなと思って、今回初めて和のままにチャレンジしてみました。だからですね、やっぱり基礎がしっかりできているから、こう優雅なこう振り付けであったりだとかね、所作だったりといったものがこう、ね、感じられて、素敵でした。ありがとうございます。すごいですね、バレエとダンスと日本舞踊と、いろいろこなして、器用と言いましょうか、才能ですね。ありがとうございます。素敵な先生だね。はい。目指すところは茜先生だね。はい。おぞおぞおぞなんてね。先生あれかな？厳しい優しい、うん、両方。厳しい時はあるし、たまに面白い。面白い。面白くなんか表現を教えてくれたりするまで、すごい楽しいね。今回の最後の曲、エジソンという曲なんですけども、初めて自分たちで挑戦したということですが、これどういうことですか。自分たちで最初から最後まで振り付けを作りました。そうなの、みんなで。みんなやっぱりどうしてもこう先生がこう振りを考えて、皆さんがねそれに従ってというようなイメージありますけれども、すごいね、自分たちで考えたんだ。あ、うまくこうちゃんとできたかな、振り付け自体もうまくできたってことかな。はい、ダンス楽しいですか。めっちゃ楽しいです。